さあさあどうも皆さんこんばんは。お久しぶりでございます。本日はこいつの練習をしていこうかなと思いますが、何か世界一釣れるワーム、ゲイリー山本山線香。はい世界一釣れるワームって誰かが言ってましたが、かっこ俺が言ってたんですけど、まあ普通に釣れてしまうということと、昨今のゲイリーワームの高騰に伴い長らく封印してしまっておったんですが、おかげさまで線香の使い方を忘れたという感じなんで、ちょっとリハビリしようかなっていう、そんな感じでございます。しかしなんと今日半袖です。長時間行動できませんあ、バスだ。あれ釣ったらもう終わりだから、今日の動画ショート動画になるな。ちなみに予備の線香もございません。予備のバッテリーもございません。何もない。もうこれだけです。今日は短期決戦です。食うかな、あれ。あ、どっか行っちゃった。食わねえよ。で、4インチ山線香。脳進化ワッキー。なぜ脳進化ワッキーなのか。ディーズさんがこれが一番いいっつってたから。ディーズさんがこれが一番いいっつってたんで、やってみます。サオもディーズさんが使ってるそうです。リールは違う。まあ、リールの性能的には一緒ぐらいじゃない言い過ぎ。言い過ぎか？こう、ステラの動画を見た後にね、こいつの動画を見るとゴミだなってなるよね。動画からわかるゴミ削減。使ってる方もわかるけどさ。おお、バスいった。わー、バレちゃった。あー、無理よね。いくらなんでも無理ですよね。さて、日陰に行きましょう。日陰、曇ってるけど、いやもう感じてるわ、紫外線を今。あかんか、避難避難。曇ってても焼けるんですよ。焼けるっていうか、俺の場合火傷するんだけどね。さあ今日は一匹釣って終了の巻にしたいところなんですけど、じゃあ練習というあれでございますからね、一応なんかそれなりに掴んでいかんといかんでしょうということで、さてどうやって使ったもんか。この辺は日が、いやここ日陰だね、言うて日陰じゃねえ、ここ。おお、バス行った。うわぁ、おあつらい向きなところに木があるんですけど、あ、行くか、行かないわ。かかりました、キリ。やべえ、今日の動画はこれで終わるかもしれない。だって脳進化ワッキー、ノーガードやもんな。それ引っかかるわ。ああ。ほら、スティンガー外し、危ねえ。スピニングスティンガー外しはやべえよ。
よし。お。いや、全然。すげえルアー嫌がってんじゃん、あいつ。どうすんだ、あれ。無理だよな、多分あれ。線香でも太刀打ちできんか。言うほどかな。これフォーリングの時って動くのかな。全然動かねえ。じゃあ本当に塩の塊なんだよね、イメージとしては。ちょっと待って、脳進化ワッキーがいいと言っても引っかかっちゃうんだもんな。ということで猫リグセッティングにします。というか縦刺しというやつですね。脳進化ワッキーだけど、縦刺しやったらもう引っかからんから多分。いやでも猫リグだから引っかからんのかな。よ、いや、いけそういけそう。この進化ワッキー縦出し。あ、食った。一発や。縦刺しにしたら一発やった。あ、もう今日の動画終わりだぜ。うわうわ、でか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 。マジか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 。世界一釣れるワム。縦刺しにしたら一発でしたわ。うわ、ガリガリいってる。おいおい、今日ハサミ持ってきてねえぞ。つうか昨日俺ハサミなくしちゃったんだよな。ようなくすわ、ハサミ。あ、木がやべえ。そこの木がやべえ。あー、跳ねる。跳ねたらワームが飛んでいく。あー、やべやべやべ。やばい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 。やばいやばい。危ない危ない危ない。よいしょい。オッケー。ナイスフィッシュ。お、これメスじゃ。しかも、ん？あ、蓋合ってるかな？どうだろう？わかりかねます。よっしゃ。世界一釣れるワーム線香。楽勝の一匹ですね。おい、ノーカットでやっても尺足らんかもしれんぞ。でか。まだはたいとらんね。多分。でかい！長くはないけど。縦出しにしたらもう全然やね。引っかからんわ。あれ、ミドスト、ミドストでもあれ釣れんかったかもしれんけどな。今までの傾向からすると。今までの傾向からするとミドストでも釣れんような気がせんでもないが。これで水平ポールするでしょ？へぇ。へぇ、何をへぇって言ってるかっていうと、浮くんだね。あ、浮くっていう言い方をしてもわかんないかもしれないけど、こうふわっと浮く感じ。伝わってる、伝わんないと思うけど、ふわってふわってな。いや、それがね、さっき見てて、あ、浮く浮くってなったから投げて落として浮かしてたの。一発で食ったけど。一発で食いましたけど。本来ジグヘッドとか軽いね、猫リグでやってるようなことが脳進化ワッキーでできる。いや、脳進化ワッキーならそれは浮くやろうなんじゃけど、普通は脳進化じゃん。ちょっとさすがになってあるじゃん、あの浅いとこやるならまだしも。でそこにゲイリーの線香の重さが入ってくる。でしっかり沈むんだけど、言うて脳進化だから浮くんって思った。縦刺しにしてちょっとやって、あ、なるじゃん、いけるいけるって
もう終わっていい動画。ノーカットで12分ぐらいです。今、撮影開始してから12分ぐらい。決着が早い。